ヒンジガヤツリリップカーファーマイケロセフラは、カヤツリグサ科の植物の一つ。殻の先端に丸っこい方を数個つける。水田雑草として普通に見られる。小柄な一年生草本。全株無毛で、白身を帯びた緑色。根茎はなく、多数が束になって生じる。草丈は5から30センチメートルになる。葉は、根質上に2から3枚を生じ。 細くてやや硬くて立ち上がる。規部の鞘は褐色がかる。下記は8から10月。下女は茎の先端に集中してつく。その直下には養生のツトがあり。ツトは長さ1から8センチメートルで2から1枚、多くは反り返るように伸びる。下女を構成する穂は甲卵系で、柄がなく、通常は3個が密集して生じる。穂は多数の小花の集まりで、 ここの小花は1枚の臨片と2枚の白膜を伴う。臨片は長さ1.2から1 5ト、mm、ルで、皮士型で単緑色、中脈が突き出して反り返る、棒炭となる。小花はこの臨片の内側にあって、腹肺に位置する各1枚の白膜に挟まれる。果実は長大円型で、長さ0.8から1ト、mm、ル、高褐色で先端の果実は短く2列する。 和名は、品坂や釣りの意で、かや釣り草に似て、丸い穂が三つ集まるのを、漢字の品の形に見立てたものである。なお、この属の花の構造については、議論があり、丸い穂全体をコボと見る説と、臨片を含む小花一つをコボと見る説に分かれる。例えば、さたけたや国城は、前者の説を、星の玉、後者の説を取るため、 図鑑によって解説が異なっている。詳細についてはこの属の解説を参照されたい。日本では本州、四国、九州、琉球列島に見られる。国外では中国、台湾、インドシナインドマレーシア、オーストラリア、ミクロネシアから知られる。湿った地面にはエ水田、川岸湿地などに見られる。同族の植物としては日本には 大品寺がやつりえる茶ンススがあるが、分布が甘み大島以南に限定され、また背丈が20から50センチメートルと大きいこと、より集まって生じる穂の数が、より多いことなどで区別される。外見的には、ヒメクグなど、ヒメクグ属のもの、ヒメアオガヤなどの小型のカヤ釣りグサ属、アオテンツキなどもやや似ている。花の構造はかなり異なるので、その点を観察すれば、 はっきり区別できる。特にない。水田雑草ではあるが、小さくて特に問題視されない。米倉孝二、梶田忠、BG プランツ和明学名インデックス。2011年8月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年9月14日閲覧。星のほか、P690 国上 P171 正し。 この社の族内の検索表では、ほのことをこぼと記しており、混乱が見られる。ありがとうございます。